今回は越前市国府にある県内初のサウナ専門店サンクサウナをご紹介します。こちらは市の中心街に古くからあるビルを改装し、今年3月にオープン。店内に入るとサウナハットをかぶったイメージキャラクターサンク猫がお出迎えしてくれます。近年若者にも大人気のサウナは、疲労回復やストレス解消などでも注目され、サウナブームが起こるほど。お店ではサウナ発祥の地フィンランドの本格的なバレルサウナを楽しむことができます。橋本さん、なぜお店をオープンしようと思ったんですか？野球のチームメイトにサウナを教えてもらって、今まで我慢比べっていう感覚でサウナ入ってたんですけど、そこで初めて整うということを教えてもらって、それが始めるきっかけになりました。福井県初のサウナ専門店として、越前市からサンクサウナがサウナの聖地として、で地域活性化につながりたいなと思ってます。まあ、地元の人たちすごくよくしてもらってるんで、ここで出会った人たちと横のつながりを大切にして、昔みたいに活気のある越前市にしたいなと思ってます。サンクサウナの見せどころ。お店で楽しめるバレルサウナは、サウナ発祥の地フィンランドで古くから伝わるもの。バレルとは樽型の形という意味で、この形状が室内の温度を均一に保っているんだとか。ロウリュの際も効率よく熱や蒸気が循環するので、木のぬくもりを感じながらより快適にサウナを楽しむことができますよ。ここからはこだわりの店内を橋本さんにご案内していただきましょう。わあ、かわいい。これがバレルサウナですね。そうですね。バレルサウナって本来外で使うサウナになるんですけど、それを室内で古民家を利用して中で使用したらインパクトあるんじゃないかなと思いまして作りました。こちら2基あるんですけれども、何名ずつ入れるんですか？こちら4名ずつの使用になっております。温度の違いとかあるんですか？向こうの方が低温で、こちらの方が高温になります。ではサウナ初心者の方も、はい、最初から高温ではなくて低温入ってみてっていうので、そうですね、試せるのがいいですね。そうですね、はい。サウナの後は水風呂でクールダウン、そしてお待ちかねの整いスペースへ。広い。すごい、いろんな種類のくつろぎスペースがあると思うんですけれども、はい、何があるんですか？インフィニティチェアと言いまして、180度近くまで倒れるチェアになりまして、とあとハンモックとゴロネスペースとして畳の部屋になっていますね。はい。この他にも社長手作りの外気浴スペースもありますよ。それでは実際に私もととのうを体験してみましたよ。じゃーん、こちらポンチョとタオルとタンブラーを貸していただけるので、誰でも気軽に来店できます。あ、うわー、すごい、入るとさらに木の香りがして、この空間なんかすごい贅沢で、こういう秘密基地的な空間でお友達とおしゃべりしながらサウナを楽しめるっていうので、なんか新しい越前市のスポットになりそうな、そんな予感がします。失礼します。これ ロウリュですか？そうですね。当店週替わりでアロマロウリュのブレンドを変えてまして、今週はローズゼラニウムとジャスミンのブレンドになります。うわ、音がいい。ロウリュによってさらに蒸気が上から降ってくるような感じで、さらになんか温まりました。サウナ暑いのかなって思ってたんですけど、心地よい暑さを起こします。そうです、癒しですね、まさに。
サウナで整った後は、脱衣所の1階2階ともドリンクバーで水分補給。デカビタシートだからを混ぜたサウナ専用ドリンクデカラがおすすめですよ。うん、あのシュワーっと、もうサウナ後にぴったりの一杯です。この他にもポンチョやサウナハットなどのグッズ販売も。女性は前日までの完全予約制、男性は当日予約、現地受付も OK です。初心者からサウナまで手ぶらで来れるので、ぜひご来店お待ちしています。